ラーおやじチャンネル。こんにちは、モデラーおやじモデオです。いつも動画のご視聴、高評価ボタンも本当にありがとうございます。引き続きタミヤアウディクワトロラリー A2 ロスマンズカラーで仕上げていきます。今回の主な作業はステッカーの裏張りをやっていきたいと思います。一般的なステッカーは裏側に粘着面がありますが、裏張りするためには表側に粘着面を作る必要があります。その粘着面を作るためにニトムズから発売されております超透明両面接着シートというものがね、発売されておりまして、こちらを使っていきます。透明度も高く非常に薄いのでステッカーの裏張りに適しております。これ各 10cm 四方とあまり大きくないので 10cm で貼れるサイズにですね、ステッカーを分割する必要が出てきます。 10cm で収まらないものに関しては、つなぎ目をうまくやって2枚張りするしかないかなと思います。粘着力の弱い両面テープをカッターマットの上に貼っておきます。で、粘着力の弱いものを使いませんと、このステッカーをね、剥がす作業も大変になってしまうと思います。こういった具合に1枚もので薄い両面テープを貼っていけるものは特に問題ないんですが、こういったバラバラのものはですね、両面テープを貼っていく作業の時に位置がずれてしまって気泡が入る原因にもなりかねないので、薄い両面テープを貼る時にずれる予防として貼っていきます。薄い両面テープを貼った状態でもう一度カットすることになりますので、この台紙の余白は少しあるような状態でカットすることをお勧めいたします。このように 10cm 四方に並べましたら、一度ホコリを取っておきます。手の油分がね、ついてしまいますと剥がれる原因にもなりますから、メガネ拭きなどでね、表面をきれいにしとくといいと思います。両面テープの一部を剥がしまして、この裏側の保護シートを外していきます。そして空気が入らないようにぴったりと貼り付けながら、一度に保護フィルムを剥がさずにゆっくり気泡を抜きながら貼っていきます。このやり方をしますと、ステッカーと両面テープの間には気泡やホコリがね、入りにくいかなと思います。ぴったりと気泡が入らないように密着させましたら、この裏側の台紙ごと一緒に剥がしていきます。カッターマットにつけている両面テープは粘着性の弱いものを使わないと、この台紙をね、剥がす時に剥がしにくいということになってしまいます。このように表面に両面テープがつきましたら、ここからは普通のステッカーと一緒で周りの余白をカットしていきます。こんな感じです。今回は架空のロスマンズカラーのアウディ A2 になりますので、実際の写真があるわけでもステッカーの貼り方の説明書があるわけではないので、一度このようにボディにマスキングテープを使いまして、一度仮のレイアウトを作ります。実際ですね、こういうのを頭で考えるだけでは、その場所に貼るスペースが本当にあるのかとか、ボディ形状の曲面などにですね、沿うかどうか、そういった部分も考慮していく必要があるかなと思います。あとはこう一度貼ってみて、バランスですね、多すぎる場所とか少ない場所、そういったところも見極めていくと良いかなと思います。リアもこんな感じですね。ウィングについては通常の表張りの貼り方になります。グリル類のステッカーであるとか窓枠のステッカーにつきましては、位置を変更するということはないので、先に貼っておくと良いかなと思います。今回ね、こんな感じで良いかなと思いますし、ご依頼者のマサ様からは基本的にはお任せしますということで了承いただいております。レイアウトが決まりましたら、今度は裏側からステッカー貼っていきます。ステッカーの表面には両面テープの保護フィルムがありますので、一度に全部剥がさず一部だけをカットして剥がします。この台紙を剥がした部分を後ろ側に反らせて、粘着面がボディにつかないようにすることで、このようにね、滑らせて1、2目します。特にですね、左右対称と水平に気をつけます。位置が決まりましたら、保護フィルムを剥がした部分をぴったりと密着させます。透明な保護フィルムを徐々に剥がしつつ、気泡を抜くように貼っていきます。ヘラ状のもので裏側から台紙をつけたまま撫でてあげると、ぴったりと密着度も上がるかなと思います。で、最終的にはこの裏側の台紙剥がしますけども、作業中は粘着面が手についてしまったりするので、塗装前にこの台紙は最終的に剥がしていきます。次はナンバープレートですね。フロントは泥汚れやフォームライトがついたりするので、ナンバープレートはボンネットに貼っているんですね。まあ、こんな感じで他のステッカーも貼っていきます。それでは全てのステッカー貼り終えました。ステッカーを貼り終えましたら、窓のマスキングもしていく必要があります。窓枠に対してですね、少し大きめになる場合もありますので、大きい場合は周りを少しカットして、窓枠の内側に収まるようにします。これは他のステッカーと一緒ですけどね、部分的に台紙を剥がして、適正な位置に収まるように貼っていきます。位置が決まりましたら、台紙を剥がした部分をしっかりと密着させます。台紙を徐々に剥がしつつ、気泡を抜くようにマスキングテープを貼っていきます。フロントのマスキングテープも一緒ですね。一度大きさを確認して、それぞれ左右上下のバランスを見て貼っていきます。さすがに窓枠からはみ出ちゃうとまずいんですけどね、もし少し小さくカットしすぎた場合は、別なマスキングテープ、液体のマスキングゾルなどで補っていくと良いかなと思います。ウインカーのマスキングは曲面になじむように部分的にカットラインが入るようになっていますので、そこからマスキングが漏れることがあります。こういったリアのテールライトもそうですね。そこは液体のマスキングゾルを塗っておくと、塗料漏れを防ぐことができるかなと思います。ステッカーやマスキングを貼っていく作業でも、手の油分がボディについてしまって塗料が剥がれやすくなる場合もありますので、キッチンペーパーなどにプレペイントクリーナー、こちらをなじませて拭いておくと、塗料が剥がれにくくなるかなと思います。ティッシュだと細かいホコリが出ちゃうので、キッチンペーパーを使うことをおすすめします。この段階まで来ましたら、裏側のこの台紙を剥がしていきます。 ABC ホビーから発売されています RC ボディプライマー、これを裏から塗装しました。このボディプライマーを塗装する役割として、ボディと塗料の密着性を上げるという意味だけではなく、このマスキングテープであるとかステッカー類ですね、ぴったり沿わせて貼ったように見えても、こういったボディのパネルライン、凹凸がありますと、マスキングテープやステッカーというのはそこにわずかに隙間ができやすいです。その隙間からこれから塗装する塗料が入っていきますと、マスキング漏れや、せっかくのこのステッカーの部分に入り込んでほしくない塗料が入ってきてしまいます。先にこのクリアの塗装を拭くことによって、もしわずかな隙間があった場合、このクリアの塗料がそこに入っていきますので、これから塗装する塗料がその隙間には入っていきにくいという、そういった効果があります。ですから、隙間から漏れることの保険のためにこれをね、拭いています。あとはこのステッカー類のですね、裏側、これは当然もともとこちら側が粘着面でしたので、マスキングテープとステッカーの粘着面がですね、くっついてしまいます。まあ、以前はエンジンカラーのクリアを使っていたこともあるんですけども、今はそれが発売されなくなってしまいましたので、 ABC ホビーから発売されているボディプライマー、これを使うのも良い方法かなと思います。こちらはですね、合計2回塗装しまして、表面が乾いたように感じてもですね、マスキングしてしまうとまだ完全に揮発していなかった溶剤がですね、マスキングテープのこの模様なんかがついてしまって仕上がりが悪くなってしまうので、2、3日乾かしてからマスキングをしてボディカラーを塗装していくことをおすすめいたします。フロントグリルにつきましては、ステッカーの裏張りと同じ原理で、マスキングをした後、マスキングの隙間から漏れにくくするために、先に RC ボディプライマーを軽く塗装してから、ポリカーボネート塗料の PS5 ブラックで塗装をしました。それではマスキングを剥がしていきます。ポリカーボネートボディの塗装順番としては、基本的に暗い色から明るい色に向かって塗装を塗り重ねていくというのがね、重要なポイントになります。明るい色を先に塗ってしまいますと、次に塗る裏の暗い色で塗装色が透けやすいので、先に暗い色を塗ります。今回であれば黒を塗った後、青を塗っていきます。このマスキングを剥がす時に、裏張りしたステッカー類やランプ類のマスキング、窓のマスキングなどが剥がれないように注意しながら剥がしていきます。続いてブルーを塗装していきますが、この塗り分けのボディラインですね、外側に一度目安になるラインをマスキングテープで作りまして、そのガイドを目安に裏側からマスキングテープを貼っていきます。いきなり太いマスキングテープを貼らず、6ミリ程度のマスキングテープを直線で使うと良いと思いますし、このフロント部分の曲線については、曲線用マスキングテープという曲線に適したマスキングテープもありますので、こういったビニールタイプを使うと良いかなと思います。塗り分けのラインができたら、この塗らない上の白い部分に関してはマスキングテープだけ使うと貼るのも大変なので、サランラップみたいなものを併用すると良いかなと思います。こんな感じで内側の方はサランラップでマスキングをして、ポリカーボネートの PS4 番ブルーで塗装をしました。青が入ると一気にロスマンズカラーらしくなってきましたね。今度は白を塗装しますので、マスキングを剥がしていきます。万が一のことがあると良くないので、サランラップは二重にマスキングをしました。これから上半分の部分の白を塗装していくんですけども、ロスマンズのボディといえばこのストライプのラインが特徴になりまして、曲線もありますので、今回は曲線用マスキングテープ 2mm を使っていきます。これから白が塗装されても塗装されないように、マスキングテープ一番下の段に金色用のですね、マスキングをして、少し白用の間隔を空けまして、さらにその上に赤いラインを入れるためのマスキング 2mm を貼ってあります。この間隔を整えるために、表側に 6mm のマスキングテープを貼って、幅が均一になるようなガイドにしました。こちらもですね、隙間から塗料が漏れ込まないように、一度ボディプライマーを塗装してから白を塗装します。それでは上半分の白を塗装しました。白はとても透けやすいので、裏打ちとしてシルバーを塗装しました。この裏打ちをせず、赤やゴールドを塗装していくと、万が一白い塗装が透けてしまう、そんな状況はちょっと困ってしまうので、一度シルバーを軽めに1回塗装をしておきました。続いてはゴールドの塗装をしていきますので、ゴールド部分のマスキングテープを剥がします。このマスキングテープは他のマスキングテープもそうなんですけど、こう引っ張るようにしちゃうとステッカーが一緒に剥がれちゃうので、逆側に引っ張るようにして剥がすと、他のマスキングも剥がれずにうまくいくかなと思います。ではこの部分にゴールドを塗装していきます。ではこのラインの塗装を終えました。金色を塗装した後に赤いラインのマスキングを剥がして赤を塗装しました。ボディの裏側もいろんな色が塗装されてムラがあるとかっこ悪いので、シルバーで裏打ちをして色を整えました。保護フィルムを剥がす脱皮をやっていきたいんですけども、今日は少し時間がだいぶ長くなっちゃったので、次回この保護フィルムを剥がして LED の取り付け、内装の取り付けをして完成としたいと思います。引き続きアウディクワトロラリー A2 ロスマンズカラーで次回完成仕上げとしたいと思いますので、チャンネル登録、高評価ボタンもぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。